とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、タワー完全攻略やっていこうと思います。今シーズン序盤が、ちょっと難しいですね。剣に蜂を入れていってください。発動するかどうかによって、ちょっと難易度が変わってきます。とにかくね、敵が、多いのよ。で、ジオマンサーを基本的に早めに倒すようにしてください。OK。ジオマンサーとエンチャンターね。あいつらがとにかく鬱陶しいので早く倒しましょう。まあ、いる場所っていうのは、まあ、大体わかると思うんで、まあ、とにかくその2人を狙って倒していきましょう。OK。ほんと鬱陶しいのよ。で、クリーパーもまあ出ますけども、クリーパーはまあもちろん、注意はするでしょうし、大丈夫かなと思います。待ていい。よし、これで、一回終了。一回で、ボーンクラブ欲しいんだけども、やっぱりね、ドラを取っていかないと、ボスがきつくなるんですよね。なので、ドラは取っていきます。で、ここクリーパーがとにかく多いです。まずはクリーパーを、ある程度、倒した後にザコを倒していきましょう。ここでね、蜂が発動するかどうかによって、だいぶ違います。OK。ほんとね、蜂が、すごく役に立つ。OK。エンチャンターね。よっしゃ。で、あと上の方に、いた。終わり。まあ、蜂がね、結構発動すれば、すごく楽になります。何もいりません。いきましょう。で、ボールに、クールダウンついてるんですけども、別につけなくても大丈夫だと思います。ドラぐらいだったらね、そんなにいらないです。んでもって、蜂も1でいいです。うん。上がったからといって、そこまでね、俺変わらないと思うんですよね。まあまあ、入れたい人は、蜂をパワーアップしてみてください。じゃあ。敵がね、ちょっと攻撃力が高いんですけども、数はそんなに多くないので、大丈夫だと思います。はい。3回クリア。で、ここで弓を取っていきましょう。バーストクロスボウですね。で、エンチャントを入れていきましょう。とりあえず、長弾1。これだけで OK です。で、ここが、クリーパーが結構出てきます。弓を使って倒すと、だいぶ楽になりますよ。おいおいおい。で、エンチャンターをね、ちょっと早めに倒してあげると、楽になると思います。OK。クリーパーがとにかく多いんですよ。なので、クリーパーには、だいぶ注意してください。まあ、遠距離からね、弓打っていけば、まあ、全然、大丈夫だとは思いますけども、あとエンチャンターでおしまいかな。終わり。4回クリア。武器を取ります。星なき夜ですね。で、エンチャント、先ほどと同じく、8は入れていきましょう。で、火属性1ですね。2はいりません。1で十分だと思います。よっしゃ。 OK。ここも蜂が出るかどうかによって難易度がちょっと変わってきますね。よし。で、同じくクリーパーが出ますので、まあ一応注意してください。今はね、食らっちゃったんですけども、まあ食らったとしても大丈夫でしょう。ゴーレムでーす。ゴーレムがタンクになってくれますので、だいぶ楽になると思います。ゴーレムを出していきましょう。
行った一発で仕留めれなかった。 OK、 ちょっと HP が危ないけどもまあ大丈夫でしょう。 OK、 まあ全然注意していけばノーダメでいけますので大丈夫か6回クリア。やっぱり初期防具でね爆発もらえばそれは食らいます。でここ、8欲しいとこですけども別にいらないかなと思います。うん、取らずに連射のポイントを貯めていってください。うん、8がいればまあもちろんね楽にはなるんですけどもそこまで必要じゃないかなと思うんですよね。オッケー。でトライデント打つのは注意してください。オッケー。爆発でこっちもダメージをもらってしまいますのでこの狭いところでは打たない方がいいかな。んでここ何もいりません。次に行きましょう。でエンチャントポイントはだいぶ溜まってますけども、まあ、大丈夫です。貯めていってください。よし。ああ。今のはトライデント使うべきだったか。いけ。え、あれ消えた。まあ、だから消えることはありますよね。仕方ない。であとちょっとで終わりかな。はい、8回終了。次に行きます。傭兵のアーマーですね。この傭兵のアーマーが強いんだ。最後までこれでいきます。でパワーで星寄るを上げていきましょう。でもってボスですね。でエンチャント入れていきましょう。傭兵のアーマーに雪玉クールダウンですね。雪玉は3がいいです。で大釜ですね。出た瞬間にドラを入れて一気に叩いていきましょう。 OK、 終わりかな。はい、まあ、特に苦戦することはないかなと思いますね。んでここハープーン取っていきましょう。ハープーンがね結構火力があります。強いです。追い打ちだけ入れておいてください。いきまーす。よし、まあ、今みたいに打っていくと敵がノックバックします。ノックバックして落として一応倒せはするんだけど、まあ、普通に攻撃した方が早いかな。よし。クモもねこの一発で倒せるのでここはだいぶ楽です。まあ、毒レースとクモのねコンボには気をつけてください。でここでパワーシェイカーです。クールダウン3にしましょう。ゴーレムがねちょっと HP 低めなんですけどもまあまだ一応タンクとしては使っていけますかね。OK、 よし、特に問題ないですかね。矢をね、まあ、25階層なのでどんどん使っていって OK だと思います。いないかな。 OK、 シャー、どうだ。あ、よかった。終わり。
でーす。で、ここで、さっき弓取ったばっかですけども、バーストクロスボウ、変えていきましょう。うん。なら弓変えなくてよかったと思うと思うんですけども、途中のね、敵に結構役に立つので、一応変えておいた方が、まあ、正解ですかね。うん。で、エンチャントで、マルチショットと、これ、強打入れてください。ゾンビ突破ですね。これが、ここの、ネクロマンサーに結構有効です。よし。よっしゃ。やっぱダメージがね、25% 上がると、全然違う。殲滅力が。OK!固まるね。倒せるか。あ、倒せるね。一応火属性の持続ダメージを狙っていってました。あ、パワーシェイカー使ってなかったな。パワーシェイカーも使ってくださいね。13回クリア。もう序盤がちょっと難しいんで、中盤はそんなに難しくはないです。ここ何もいりません。で、14回、まあ落ちないよう気をつけてください。落ちるとここ大ダメージなので、 OK。 よし。惜しい敵が多いな。よし、いいんじゃないですか。もう落ちそうだった。危ない。で、ちょっとゴーレム HP 更新しますね。ここ何もいりません。ゴーレムの HP がまあ半分切ったぐらいで、まあ、更新していくといいかなと思います。なんかね、こういうレースが出てくるところとかで、こちらほらゾンビ特攻が役に立ちます。 OK、 終わりかな。はい、15回終了。結構サクッと終わるところが多いので、まあまあ周回はしやすいかな今回。ここ何もいりません。で、持ってここは傭兵のアーマーを反逆者に変えていきます。エンチャントポイント余ってるんですけども、まあ、いらないかな。 OK。 で、こいつも、出た瞬間ドラとパワーシェイカー使ってぶったたいていってください。 OK。終わり。はい、まあ楽勝ですね。17回クリア。次、ここが悩むところですけども、やっぱりね、愛のメダルが一番いいかなと思います。ゴーレムと変えましょう。あ、ちょっと待って、変わらないな。あー、変わった。 OK。 まあなんかのクールタイム中だったのかな。ゴーレムと愛のメダルを変えました。これ最後まで使っていけますね。まあ、とにかく愛のメダルを使いつつ殲滅していく感じですね。まあ、愛のメダルが強いのよ。よし。どこが敵かちょっと分かんない。まあまあ大丈夫か。よし。はい、終わりかな。いや、意外と出るのか。終わり。意外と出るもんね、敵が。18回クリアで、ここで
武器変えます。魂のナイフ、これが一番火力があるのかなと思います。なのでこれをおすすめします。重力を入れればかなり使えるようになりますので、重力を入れましょう。で、残りを衝撃波と追い打ちですね、それに入れていってください。危なっ。おーし、これをね、最後まで使っていきます。やっぱ衝撃波込みでの火力が素晴らしい。 OK、 固まるね。行け。衝撃波もいいし、この重力とね、相性がいいんですよね。重力はね、3まで上げなくていいですよ。重力は1で十分。来た。OK。あと1回かな。あ、固まんなって。よし。まだいた。OK。はい、19回終了。まあこの装備だったら特に問題はないと思います。何もいりません。いきましょう。もうちょっと待て。よし、若干振りが遅いんで。よし、相性は悪いんですよね、この凍結との。でもまあ一応速度は反逆者で上がってるので、ちょっとはマシですけどね。 OK。 あっ、もう一気に食らっちゃった。あぶね。よし、愛のメダル。でも殲滅力があるやつがいないので、自分で倒しに行かなきゃいけない。残念なところ。はい、20回終了。行きましょう。で、ここでハープーン変えちゃってくださいね。で、ハープーンのエンチャントよりもまずは追い打ちを入れましょう。ハープーンはもう単体で強いんで大丈夫かな。最後の最後に入れて大丈夫だと思います。危ない。 OK、 いいんじゃないですか。危ない。ゴーレムがね、欲しいとこですけど、まあ大丈夫か。大丈夫ですね。 OK、パワーシェイカーで固まったところを一気に行けば速攻で終わる。で、次、ここにもドラあるんですけどね、ドラはパワーアップしなくて大丈夫です。ドラはそのままで追い打ちです。これで武器防具は完成ですね。これで完成です。で、残りをハープーンに入れていきましょう。あとマルチショットと長弾かねが欲しいところ。えい、ここ意外と出るんですよね。あっ、ぶね。あんにゃろ。おお、バカだあいつ。自分から落ちていった。もう出ないかな。で、反対側も多いです。ラビジャーもいるしね。なので、あーぶねー。愛のメダルを使って、タンクをあそこに投入してください。うっそ、うっそ。いやいやいや、絶対そんな攻撃届かんでしょ、あんなところ。おもー。 OK、 OK、 もう
惜しいなぁ。んで持ってこっちは全部倒しましたね。うん、まあまあ、あそこだけです、面倒いのは。あとは特に問題ないと思います。いやいや落とされちゃったなぁ。で反対側もまあまあ、クリーパーは確かいたんですけども、愛のメダル打ち込んであげれば問題なしです。はい、22回クリア。若干時間かかった。ここ何もいりません。行きましょう。弓にエンチャントでしたね。入れときます。長弾、うい、エンチャンターがそこに。ここも特にね、面倒なやつは出てこないと思います。ここをクリアすると、危な、あとボスですね。よし、 OK、 いい感じ。ちょっとハマってるよ、ハマってる。よし、はい、出てきて。よし、はい、23回、まあ、特に問題なし。いきましょう。ここもね、特にいいやつはないので取らなくて大丈夫だと思います。で最後の職人ですけども、武器を上げていきましょう。そんなにパワーは上がりませんけども、うん、まあ、あの衝撃波のね攻撃力も上がるし、いい感じになるかと思います。でボスですね。はい、頑張っていきましょう。エンチャントで長弾とマルチショット22にして OK でしょうか。まあ、とにかくザコは愛のメダルにかけながら本体を攻撃していきます。はい、いやこれ1体にしか当たってねえな。できれば2体に当てたいところ。 OK、 よし、 OK、 よし、あんまりダメージは入らんかったか。まあ十分か。よし、終わり。まあ結構地味な武器だけども、火力は抜群にあるので、はい、これでやってみてください。ということで、なんだ、いまいち全部いまいちだ。衝撃波1、あー、うーん、これはまあまあまあだけど、でも弱いけどね。はい、ストームランナーしましょう。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。